どうも、わきです。栄冠クロスやっていきましょう。さあ、ということで今回からこちらハイノーマルクラスでの動画をお届けしていきたいなと思います。この栄冠クロスの本編動画生放送等で進めてきまして、ルーキークラスからノーマルクラスへ、そしてそのノーマルクラスに上がったその年になんとそのまま夏の甲子園優勝というところまでお届けしてきましたが、実はですね、その後裏で進めておりまして、そこからなんと3年半でハイノーマルクラスに上がることができました。もう自分はノーマルクラスにいた期間がほとんどなかったと言っても過言ではなかったですね。はい、実はですね、このハイノーマルクラスに来た時にまだルーキークラスの成長版が残っていたか、ちょうど完走したかぐらいで、まあほぼほぼノーマルクラスのあの成長版を開けてないままこのクラスに来たところ、そこからは地獄を見ましたね。もう10年ぐらいずっとほぼほぼ甲子園に行けず、評判も平凡止まりということで、もう地獄のような期間を過ごしたんですが、いろいろとちょっと自分の中で考えて攻略してきたら少しずつ良くなって、前の世代では夏の甲子園準々決勝かなまで行くことができたと、まあ、結構甲子園もねしっかり出るようになってきて戦えるようになってきたので、今回はこのハイノーマルクラス非常に難しいです。このクラスでの、まあ、自分が意識している攻略ポイントなどをお話ししながら、動画を進めていければなと思っております。よろしくお願いいたします。ということでオーダーを見ていきましょう。今の世代はいわゆる碇守が3年生の世代ですね。実は昨年もエースでした。しかしですね、自分がこのハイノーマルクラス少しずつ攻略できてきたポイントが一つありまして、それはですね、毎年エースピッチャーのキャラクターを入れるということですね。自分の場合碇守、青葉、そして木場、この3人で回しております。で、昨年は碇守が2年生で、まあ、青葉が、3年生の世代だったんですけど、碇守が夏の、1年生の夏の甲子園前にドクター K の金徳もらって、本もらってそれを碇に覚えさせたんですよね。さすがに3年生木場、2年生青葉よりは1年生碇かなということで、ドクター K を覚えさせたり、まあ、その他もろもろ重い球が試合でついたりなんだりで、まあ、かなりいい感じに育ってくれて、もう星の数を、総合力ですね。選手総合力が途中で青葉抜いたので、まあ、少し信頼度落ちてもちょっと怒りを使おうということで、昨年から使っていたので、まあ、そういった意味でもこの世代はかなり強いんじゃないかなと思っています。で、今カードでも次の試合前にここが強心臓になって、で、怪物球威もつくので、めちゃくちゃ強いんじゃないかなと思いますね。今までは、碇と碇の下の世代にもう一人ピッチャーしか入れてなかったんですよね。ただ3年間、まあ毎年3年生にエースがいる、まあ碇頼りじゃないチームっていうのをし始めてから回ってくるようになったような気がします。なんだかんだやっぱ試合経験値も非常に大きなゲームなので、まあなるべく甲子園勝ち上がっていくことが大切かなということで、エースを毎年入れています。なので今、1年生に木場がいると。この木場、栄冠タワーある程度進めると全員もらえるんですけど、木場は結構強いし、ちなみに矢部宇土くん、あと誰だ大空、このあたりももらえますけど、このもらえるキャラクターの中では自分の中では圧倒的に木場が強いですね。木場は普通に使えるキャラクター。栄冠タワーもうちょっと進めたら、限界突破もできるんでね。木場は普通に、みんながもらえるっていう中ではね、めちゃくちゃいいキャラクターなんじゃないかなと思っております。ということで、そんなこともありながら、この世代の紹介ですね。バッテリーが、上級生の世代になるんですけど、碇と、フレンド枠でカンパチお借りしております。これ、前々日に動画を撮ってるというか、まあ、前日ですね、に動画を撮っていて、まだガチャ更新が来てないタイミングなんですよ。で、もしかしたら、碇進むとか出てるのかもしれないですけど、今、そのガチャが来る前で撮ってる中では、まあ、やっぱカンパチがいると安定はしますね。まあ、合宿とか野球マスとか、まあ、本とかでキャッチャー20丸がいればカンパチって別に、まあ、そんなに必要なキャラクターじゃないような気もするんですけど、やっぱり確定でキャッチャー20丸っていうのは非常にいいですね。カンパチは結構もう1年で入ってきた瞬間からレギュラー取ること多いです。まあ、ただね、その球界の図の金徳がめちゃくちゃ重かったり、まあ、てか基本つかないレベルに重かったり、まあ他の打撃特能とかはそんなないということでね、なんか鉄の壁甲子園の前にくれてつけてるんですけど、まあそういったところで今後、まあそれこそ碇進むとか出てくれればね、めちゃくちゃ聖ちゃんとかいいなと思ってるんですけど、まあやっぱ現状結構使えるなと、てかかなり使えるなと思ってますね。
で、あとイベキャラで言うと僕、鈴木引けたのはマジででかかったっすね。鈴木の強さは、まあ、もともとかなり特能を持っていて、まあ、本人がかなり能力良さげ。そして、もともとセカンド、サード、ショートというね、いろいろポジションも合わせて、まあ、その守備が大切なところをすぐに変えることができるので、そこも非常に便利です。で、あと、ここで見れないか。あ、ここ出てきましたね。この、マッサージチェアとかがね、めちゃくちゃいいんですよね。あ、これが出現率アップ。このマッサージチェアの体力回復。まあ、このゲームはもう本当に体力をいかに回復するかのゲームですからね。まあ、そういったところでもこのマッサージチェア非常にいいなと。そして高級筆だが非常に軽い。めちゃくちゃ簡単に金徳取れるので、そういった意味でも非常に良さを感じています。で、同じくそういった意味で有能だなと思っているのはこのホムラ。ホムラ今回フレンドワークから借りてる1年生ですね。気迫ヘッド。もう秒でつきます。金徳が秒でつきます。そして鈴木との相性の良さがあって、これ、スヤスヤ王子、覚醒王子っていうのってヘッドスライディングいるんですけど、まあ、それが秒でつくと。まあ、まだついてないですけどね。ということで、ホムラもめっちゃいいっす。で、ホムラ基礎能力こそ低いものの、特能を結構初めから持っていて、まあ、能力的にも申し分ないというところですかね。はい。で、他のモブメイトたち見ていくと、まあ、あとはちょっとモブの育て方っていうのはね、今いろいろ試していて、まあ、これ結構見てもらえるとね、わかると思うんですよね。こう、逆に今テーマなしでやってみてる。みんなミート、みんな総力みたいな時代もあったりもしたんですけど、まあ、やっぱりこう性格によって上がりやすい能力が違ったり、まあ、もちろんポジションのこと考えたりっていうところもあるんでね。まあ、ちょっと上がりやすい能力、まあ、守備系も最近は少しずつ上げるようにしていてですね。まあ、チーム総合力と、あとはまあ、ポジションとの兼ね合いとか、打順との兼ね合いとか、まあ、これは結構難しいですね。最近ちなみにあんまりセーフティー型の選手を作っていない。まあ、たまに玉三郎入れてるんですけど、まあ、それくらいですかね。はい。で、成長版こんな感じになってます。ルーキークラスはカンスト、ノーマルクラス 71% と。で、ただな、もう開けたいところは大体開けられていて、あとまあ、ここちょっと開けた後に、パワーの個別、まあ、パワーの指示はよくするので、で、ここのアイテム増加まで行ったら、ちょっとハイノーマルクラス、まあ、少しは開けてるんですけど、ここの試合経験、ここの試合経験、で、ここ進んでからのここの試合経験からの奥のパワー比、そしてこのパワー進む、この辺ちょっと行きたいんですよね。難しいっすよね。ただこれ結構、まあ、10ぐらいだったらまだすぐ行けるけど、17とかになってくるとね、もう普通にこっちがバンバン開けられちゃうんでね。ただ試合経験値はかなりでかいんで、この辺はちょっと悩みどころかなと思っています。で、先ほどちょっとベンチメンバーの紹介を忘れましたが、最近、ウド、大空、そして部ですね、自分の場合。PR の部が上限突破5回できたので、この3人結構入れていて、まあ、要はパワーヒーアーチスト枠ですね。しかも、ウドとか大空、今大空がちょうど卒業したばっかりなんですけど、ここって、チーム総合力6000と確か9000ですかね。全員もらえるので、まあ、無課金プレイヤーの鏡みたいなプレイをしていてですね、かなり、参考になるんじゃないかなと思っております。はい。まあ、怒りとかね、リセマラで引いてる方は多いと思いますし、まあ、非常にね、本当になんか無課金の人が、まあ、自分はリセマラやってないですけど、リセマラやった無課金の人が頑張ってハイノーマルクラスに来たみたいな感じのね、手持ちとかキャラクターでやっておりますので、行きましょう。ちなみにフレンドワーク、あとよく連れてくるのは、災害野牛ですかね。うん。この辺、もう、ほぼほぼ限られてきてるな。ということで、早速やっていきましょう。よろしくお願いいたします。これで7000いくんじゃないか。7000はいかなかったけど、まあ、十分っすね。自動試合でいいっす。もう、最近なんなら、500差でも、500ぐらい勝ってたら自動試合やってますね。ちょっと危なかったことはあるけど、負けたことは一回もなくて。まあ特に怒りが今ね、かなり強い状態なので、はい。もし負けたとしても、まあ成長版をね、全部開けてからが栄冠クロスだと、それまでチュートリアルだと、まあ開き直ろうかなと思ってますね。まあでも本当に負けたことないですね、一応。ただ、もちろんね、これ、非常に懐かしい言葉を今から述べるのですが、実能力。懐かしい。そんなことを言っていた時代もありましたね。はい。まあ、パワープロアプリでもね、査定っていうものはもちろんありまして、まあ、パワープロアプリで基本的に査定を上げるのがメインのゲームなんですけど、
例えばスタメンに全員代打の神様がついててもそれって実際の能力、あ、ちょっと怖いからやっぱりやろう、実際のこう能力には反映してないじゃないですか。でもチームランクとかは上がるということがあるんですね。で、この栄冠クロスにおいても同じですよ。例えば代打の神様全員9人スタメンが持ってたら、見かけ上のこの数値は良くなって、もちろん勝ちやすくなりますよ。絶対この数値って本当に大切なんで勝ちやすくなるんですけど、同じ数値の代打の神様がついてないスタメンのチームよりは絶対に弱いので、その辺の兼ね合いでこう自動試合するかどうかは決めてますね、自分は。まあ今のチームとかだと、まあ本当にバランスよく育てられているという感じなので、まあ今のも絶対自動試合で勝てたと思うんですけど、こんなことを抜かしておいて負けたらちょっとショックで YouTube 引退するかもしれないんで、ちょっとやります、やっていきましょう。高校チームピンチを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面。さあお願いします。いや、ただくっそほど面白いですねこのゲーム。なんかコメント欄で課金クソゲーですみたいなコメントがあったんですけど、僕無課金でクソほど楽しんでますね。確かにそれは課金した方が強くはなるでしょう、間違いなく。ただ無課金で十二分に強くなるっていうところが素晴らしいゲームだなと現状思ってますよ。はい。ガチャがまずめちゃくちゃ優しい。何回以上引いたらとかね、10連じゃなくて単発でも10回までに SR が出るっていう形だったり、まあ、課金する人にとってはその PSR が99回で確定だったり、必ず99回までで確定かだったり、いろいろそのガチャのシステムも優しいですし、まあ、自分もね先ほど紹介しましたが、騎馬だったり大空だったりウドだったり、台風キャラクターですからね。チャレンジでもらえるようなキャラクターを使って十分こうチームをね強くしていけるんで、プラスそのまあフレンド枠っていうところですね。はい。ただ黒のおっさんがなかなか登場しないのと、スカウトの黒色のおっさんが平凡の時とか友沢呼んでも全く無視されるような感じなんで、その辺きついんですけどね。これ悩ましいな。まあ、捨てよ。ホムラとかは割と来てくれやすいし、フレンド枠を有効活用していけばですね、かなり大丈夫です。かなり大丈夫です。日本語が面白いですね。やっていきましょう。本も大切ですね。キャッチャーの本。まあ、下の世代にとか考えるけど、まあ、とりあえずいいわ。さあ、行きましょう。で、さっきその、ちょっとホムラじゃないや。ウドとか大空をなんで使ってるかっていう話しましょうか。キャラクター単体で見ると、まあ、自身の能力も低いですしね。非常に自身の能力という点だけで見ると弱いと思います。特にウド君は本当に弱い。んですけれども、その取れる得の被せるっていうところですね。みんなそのパワーヒーアーチストなんですけど、あ、ナイス、これめちゃくちゃいい。こういうめちゃくちゃいい時に、強化極意を使っちゃう。1,2,3,4 ダメだ、次の野球マスに止まれなくなる。今これ黄色に止まれるのでよしとしましょう。まあその青葉と、怒りなんかも金徳が合わさってますね。しそのまあ宇土大空部、まあ、このパワヒ3コンビがまあ毎年その辺にいればですね、ほとんどスタメン陣パワヒがつくわけですよ。パワヒ0のスタメンとパワヒ9人のスタメン比べたら、そりゃパワヒ9人、パワヒどころかアーティストになってますよの、強いじゃないですか。っていうことを最近は狙っておりますね。はい。ちょっと渋いので練習指示。それで言うと、碇守と、青葉もそうですし、友沢と、PR の中之島ですね。この辺も非常に相性がいいと思います。そこは阿部飛コンビですね。で、中之島も非常に能力が高いですし、まあ PR という方で持ってる方が非常に多いというか、大体の人が持ってるんじゃないかな。
中之島とだから部は非常に PR の中でも使えるなと個人的に今感じてますね。で上げ方、まあ基本的に1個あるのは例えば穂村とかだとあれですわ、これがあるんでね、ミート D パワー C 以上、こっちかな、パワー B パワーヒッターっていうとこかな、最初に取るのは。これに合わせてちょっと、あの、能力を上げているという部分もあります。で、あとは例えば鈴木だとミートと守備力上がりやすいんで、まあそこ中心にはなってくるかなと。まあしかもセカンドというね、守備大切なポジションなので、まあちょうどいいっちゃちょうどいいんですよね。まあその辺の噛み合わせ。で、大体この上級生はどこかしらでレギュラーになるんですけど、今年ちょっとこの平手っていうのがあまりに弱すぎて、総力しか上げてないんだよな。ただまあ、今西っていうのも強くなくて、ショート。まあ、ショート二人で一人みたいなイメージなんですけどね、僕の中で。平手はこれでダイソー兼守備マックスマン。今西はオールマイティーマン。補給上げなくていいや。肩守備が最低。いやー、低いな。まあ、打撃型にするかどっちかというと。打撃と総力守備型でちょっと、まあ、調子いい方出せばいいですし、今だと平手が圧倒的にいいので、平手を出せますし、まあ、途中からね、ダイソー出してというような使い方でもいいかなと思っております。そんな感じで育成はやってますね。なんか余計渋くなってない？怪物級いっといてもいいな。やめよ。一人はさすがに渋いか。牙は絶対つくし、ピッチャー二人来た時だな。もう怒りもつきそうなので間違いなく。こんだけ野球マス、野球マス言っといていけないのも渋いからな。まあでも野球マスも状況によっては全然見捨てるとき最近あるな。で、ならず者に結構僕は積極的に止まってますね。これ最高。誰にしようかな。砂だ。安打製造機ついてる。早急20丸ファースト。道わら。わらわら、道わら。チャンス三角。でもこいつレギュラーなんだよな、確か。ムードは確かいた気がする。ハイボールあるからローボールはいらなくて、最近はここはもうなかなか取れないね。この通りなかなか取れないんですよ。ので、まあ、できるだけ取れる2とかを選ぶことが多いな。なんか威圧感とかあんまりいかないな。まあ、行くときもあるんですけどね。まあ、気迫ヘッドはそこまで重要じゃないので、どんどんならず者は踏みます。なので、いいカードがあれば逆にどんどん使うということですよ。金徳系とかね。それちょっと意識し始めて良くなってきましたね。ホムラって、パワーが、固有戦術に関わってくるんですけれども、もともとのパワー G いくつとかなんだよな。めちゃくちゃ低いんよな。そこがちょっと厳しい部分でもありますね。で、クロースさんは絶対止まる。で、常に体力のことは頭に入れながらプレイングしていきましょう。こいつはもうクロースさんはなんなら一番大切かもしれない。このマスの中で。マネージャーの金徳マスか、このクロースさん。よし、野牛。あと何人か呼んでた気がするんで、選べそうだな。まあ、とりあえず呼んだやつは全員行くような形にはしてますね。ちょっと渋いのでまた、この練習指示やると練習メンバーも変わるんでね。はい。美味しいですよ、と。牙の変化をどれくらい上げるかっていうことがね、悩んでるポイントだな、最近の一番。体力があれだけど、まあ練習休みも来てるし。で、プロ野球選手ね、さっきまあチャンス三角とかありましたけど、止まりたいんですけど、止まっても本当に言い直してくんないんですよね。もうちょっと上げてもいいんじゃないかな、プロ野球選手があれを直してくれる確率。ねえ。いやー、ここで7200、ほんと今までより全然強い。なんなら4500とかの時もあった。この段階で、ヘボすぎて。
もうほんと地獄を見た、ハイノーマルクラス10年間。超つまんなかった、あの地獄の時期。ようやく今楽しくなってきた。よしよしよし。練習休み。さあ、これで体力かなり良くなった。練習休んで疲れるんかい。これ、アイドル。アイドルアイドル。試合前だから調子上げてくれてもでかい。アイドルアイドルだな。ここは確実に試合に勝ちたいのに。まだやばいやつおるわ。こうなった時が難しいよな。アイドルもこう従来の栄冠ナインほどはいかないな。9回の図の3末しか進めないけど、いっとくか。いや、いかないか。これ結構悩ましいんですよ。言っても悪くないんだけど、もうカンパチつくか、9回の頭脳。もう2年だぞ。さあ、ちょっと格上が来ました。しっかり勝ちます。まあ、ここ勝ったら次負けてもね、選抜出れる可能性あるんで、これ、年間の中で、出したら一番大切な試合まで。一個忘れてた、オール左とジグザグ打線は必ず組むようにしてるんですけど、一人ね、見逃してて、今、右バッターが一人いるんよ。そいつ変えたかったのに、いろいろ喋ってた、忘れてた。そいつを両打ちにしたらね、まあ、200ポイント、必ず確定ではないですけど、まあ、大体200ポイントコンボで増えるわけですからね。いや、しかし、怒り強いな、怒り強いなというか、多分、脱三振系の得意の方めちゃくちゃ強いですね。ドクター K、マジで強い。高速とかでね、試合見てるとすごい分かりやすいんですけど、追い込んでからのあの、打たれなさ。特能がね、バーンって発動して。半端じゃないっすわ。ちょっとここでも決めよう。ここをしっかりポイントもらったら勝ちだ、このゲーム。打ちました。鈍いゴロ、鈴木、ボールを掴んだ。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。ということで、奪三振強いって言っても、なかなかそんな狙って取れるものはないじゃん、取れるものではないじゃんっていう話じゃないですか。僕は何が言いたいかというとね、今後、奪三振持ってるね、投手のキャラクター SRPSR で出た時にはね、ちょっと狙い目ですよと、まあ、そういうことですね。教えてくれる人でももちろんいいですしね、自身が持ってる人でもちょっと狙い目ですよと。分かりやすく強いですね、見てる感じ。魔物はそんなに強くないんですよね。魔物はまあもちろんないよりあった方がいいけど、その程度。これでこう試合を逆転できた場面とか今までないな。あー強いね、強いね。これは1万ぐらい生きてもワンチャン勝てる。ただまあ運ゲーですからね、この秋大会は特に運ゲー。1万とか来たらちょっとね、なえるけど、この世代ならワンチャンいけそうな気がする。あると思います。8461。あ、今ジグザグ打線は組めてますね。オール左だけないのか。オールサウスポー、あ、そんなのもあるんだ。うわ、これコンボもそうやってちっちゃいのも全部覚えていかないと、新入生選ぶときこいつとこいつどっちでもいいなっていうときに、まあ最後のねあれになりますわな。これ僕格上相手のとき結構1回で使っちゃいます。まあとにかく早めにチーム総合力がね良くなるほど試合に勝てる可能性が高くなるので、まあ1回に例えば得点は0点だったとしてもね、3安打ノーアウト満塁でその後抑えてくれたとしても、それってポイントは1ポイントも得られてないわけじゃないですか。ここをしっかり抑える、これ大切。まあ、今回ぐらいだとちょっとね、これがで悩むところ正直。スキップしよう今回。うわっ、
はぁ、あ、はぁ、あ、そんなに点取られる。いや、1点2点はしゃあない。でもまあできたら抑えてね。でも自分で操作したら1回分のチーム総合力しか上がんないからパスっていうのが今のね、僕の文脈の中には隠されていたわけですよ。5点も取られるのは聞いてないわ、さすがに。こういうことが栄冠クロスって起こるからな。うわー、これどうする。やるか。下位打順なんだよな、いかんせん今。うわー、ここで何点取れるかで結構試合決まるぞ。頼むぞ。うわー、きついよなこれ、下位打順だから。これはコンピューターにやらした方が打てたかもしれない。ただカードがあるんでね。よし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 。かといってまだ怒りに代打出せないしな。ここで本村がちょっと一発バーンと決めてほしいな。うわうわっ、うわちょいったらまだまだまだ、うわうわうわ、いや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 、さそれは読めんじゃん。あれ1、2点だったら何とでもなるよ。これはちょっと負けたくないわ、この戦力あれ。この戦力あれ。おい。ここは気持ちなんだけどね、一応気は。ちょっと、こんなに、ここまでめちゃくちゃうまくきてて、こんな負け方する？ちょ、まあ、いいよ。全然いい、負けたことは正直。正直、選抜に出れるかどうかだけの問題なんで、選抜に出れたら負けようが勝ってようが一緒なんで全然いいんですけど、これで選抜出れなかったら痛すぎるぞ、これ。また多い地獄をさまようかもしんねえぞ、これ。まあ、とはいえね、少しずつ成長版が入っていくんで、毎日栄冠タワーも12回やってね、素材も手に入ってますし、毎日ちょっとずつ必ず強くなっていってるはずなんで、あんまり落ち込まなくていいですけどね。ということで、初の A ランク選手かな、その場は。これあれだな、モブのピッチャープロ入りさせないと、栄冠タワーのモブだけで勝つやつができないぞ。もう最初にいた栄冠南郷みたいなの全部捨てちゃったしな。ピッチャーだけ置いといたらよかったな。いずれ出るだろうと思ったけど、今のシステムだと誰もプロ入りしないぞ、これ。まずいぞ。まあただ、そのやり方もどんどん変わってくるでしょうしね。まあ、怒りはもう 100% プロ行くから、どうでも押しとくか。ちょ、マジで選抜出させてくれよ。いや、これ本当に、ちょっと。もうザタッチも出るよ、それ。のカンパチみたいなやつ来ないかな。あれめちゃくちゃ美味しかったな。まあもちろん下級生にもキャッチャーついていけばというところはあるんだよね。次の世代カンパチがいれば、だからその1個下の世代はキャッチャー20丸ぐらいにはなってますよっていう風にできればいいんですけど、ちょっとあれ重いっすからね。ちょっとどころじゃないぐらい、あの得の重くて進まないんだよな。カンパチ肩も C にしようか。上がりやすいですしね。いや、これ選抜出れたらこのままマジでいい波に乗ってね。あ、ハイノーマルクラスもかなり、強豪まで来たよとか、そんな感じになるという予想のもとやってるんですけれども、ですけれども、頼んますわ。また右打ちにするの忘れた。そう、あ、その200ポイントで負けてるかもしれないって考えたら悲しすぎる、忘れてたの。いや、なんかそういう問題じゃなかったな、多分。お、9回のゾーン、いけるぞ、いけるいける、これで。ナイスナイス。初めてつくわ。合同練習ね。まあ、結局この徳田、でもま、これは徳田でいいか。できれば徳田みたいなのを選ぶのがね、美味しいっすよね。もうちょっと人数がいてほしいっていう話ですわ。ここに4人とか集まると、さっきの徳田に4人とかだと、神なんですけどね。
いや、あのピンチの場面、これからはやっていくか。いや、でも自分で操作したからといって打ち取れるわけではないんだよな。しかし5点もあそこから入るか。ツーアウトランナー1、3塁とかだったろ。5点だぞ、5点。打者走者もその次の打者もその次の打者も帰ってるじゃないか、ツーアウトから。それは予想ができん。ちょっと渋いので、で体力もちょっとしんどくなってきたので、看護師、これでこのルートで看護師を呼ぶ。素晴らしい。ああ、これもう9階のゾーンつきますね。いや、なんならカンパチいないところで使ってもいいレベルですね。もうさあ、新入生スカウトやっていきましょうか。あれ、野球一人しか呼んでない、もしかして。となるともう全力で野球を連れてこないといけないんだよな。一応これ行った時に他も見ておいて、まあこの件で言うと、そこまで他欲しいのいない。野球、もう全部野球に行ったっていう、別に。まあ、これが微妙なんよな。まあまあだったっていう時が。いやー。これ正直、野球呼べないと結構きついです、次の世代。もう一回行っちゃう。よしよし、オッケーオッケーオッケー。これで確定にしておくと。これがね、2、3人いれば、2、3人まあまあだったら、まあ1人2人来るんで、大体。焦ることもないんですけど。今のはちょいと焦りますわな。チャンス三角は消しときたいから、1来い。来ない。あら、えらい渋いな。えらい渋いな。では、4-3でいくわ。体力かなりきついね。まあ、ここで体力回復はまだ使わんけれども、まあ、その緑マス全部踏もう。このアイドルとか正直あんま止まる意味がなかったよな。うわ、美味しいのに。全部不毛は無理だった。これ美味しい。あー、こっちの方が美味しいな。これピッチャー2人選ばれてるんで、まあ怒りも選ばれてますけどね。頼む、マジで選抜出させてくれ。なんとか頼む。これアイテムで確定とかにできるアイテム、今後金徳アイテムみたいなんで来たやのにな。ちょ、全然緑マスに止まれないんだが。いや、このなんか選抜の電話が来るまでのこのムズムズ感、栄冠ナインのこの一つの醍醐味でもありますけどね。めっちゃムズムズしてる。うおーって感じ、今。いや、これをね、また準決勝ぐらいまで生かしてくれたこの世代めちゃくちゃ強いんだけどな。鈴木さすがにオールイーは言っといた方がいいか、セカンドだし。友沢がいると本当にチームの肩力って上がるんですよね。ちょっと友沢チート級に強い、やっぱり。やってる感じ。あいつやばいわ。友沢がこう、友沢の PSR は正直欲しいね。友沢持ってるかどうかでかなりちゃうもんな。ああ、これ。本当にこれカンパチに使わないでいいレベルだな。まあもう使っといてもいいけどな、今。もう終わらせとくか。なんかごちゃごちゃ考えないで済むんで、これで。オッケー。いや、9回の頭脳も手に入ったしさー。ねえ。選抜でようよ。
で基本的には打撃系に自分は行くことが多いですが、まあ正直どこでもいいっていうのはあるわ。まあ、とりあえず大分熊本行こうか。おお、ここ強いな。ここ正直めちゃくちゃいいっす。こいつとこいつ両方行きたい。全国大会優勝とりあえず行こう。でも天才は今いなかった。おお、ナイス。のでもう一個の方もとりあえず行こうかな、この後。積極守備は守備系の選手に使うようにしています。鈴木はもともと持っていますので、あのよくわからんショートにしようかな。こいつこれから守備系にする予定のこいつ、これメントレで。角田がいいところはね、この練習後に体力回復してくれることあるんですよ。今ちょっと来なかったですけどね。角田やっぱ体力回復はもう何をとっても強い、このゲームにおいて。ちょっとラインドライブが怖いので、こっちで行きます。宇戸くん広角来い、宇戸くん広角来い、うん、インコースまで、まあいいでしょう。ピッチャー。こういう時悩むよね。いやー、今のいくらなんでも渋いな。木場はバッターとしてもっていうところあるんでね。生駒も選ばれてるから。まあ、ここでいいか。うわー、もうちょいとこのついてほしい。結構合宿は今作美味しいイメージなんですけれども。いやー、なんか今回ちょっと選ばれ方が渋いよ。この合宿選ばれ方が渋いよ。いやいや、選ばれ方が渋いのよ、マジで。ラインドライブとかつけるの嫌だしな、ここ。騎馬にね、パーヒ持ってるんで。あー、渋かったな。これ珍しく渋合宿だ。これはもうそっちで全然構わんのやけどな。2、3でもうしっかり体力回復。あ、オッケーオッケー。怒り強心臓。あ、取り切れてないんや。え？取り切れてると思ってたわ。さっきあの試合の前取り切れてなかったんか。うわ、その差も出たな。うわ、その差、ミリの差出たな、あの試合。強心臓取れてたと思ってたわ。取れてなかったやん、ギリ。その差はでかいよ、正直。かなり。強心臓取ってたら5点は取られなかったな。試合に勝ったとまでは言えないけど。で、もちろんクリスマスですね。てかなんならもう体力は完璧になったわ、これで。あー、体力は取れる方か。で、鈴木はこれタックにもなりますと。これあんまり言っても美味しくないんですが。まあ行きましょう。疲れはね、取れてるんでね。さあ、これ誰にしようか。カンパチの打撃トークの方が少なすぎるので、ちょっとそこが気になるな。対変化球、よし。でもピッチャー陣、これ強心臓、怒りか、怒り、あとちょいか。いるっていう、これ強心臓。正直、ならずも止まってもいいんだよな。正直あんまいらんのよ。ああ、もうこれ使うところがない。このアイテムはもうちょっとね、考えるべきよ。なんか、あんまりに美味しくない。そんなに意味を感じない。この怒りのミリの強心臓、おもろ。
いやさてさてさて、選抜頼むぞ、マジでマジで選抜頼む、ほんと頼むわ。ならず者どんどん止まる。本当に欲しいやつを呼ぶ。これで球界の頭脳も取れたからな。で体力がマックスある時に限って緑マスとか看護師が来る、この謎ですよね。怒りはまあ最後にちょっと変化あげますけれども、基本的にはもうコントロールでいいですね。怒りはクールなのでコントロールが上がりやすいと、はい、なっております。そういうことになっております。このショート肩上がり、肩 C ぐらいまでいくか。走力 B、 肩 C、 守備 D、 補給 E。 これそんなに伸びないな、そんなに伸びないな。冷静に言ってみたけれども、またあいつの一生忘れる。このままではあいつを一生両打ちにするのを忘れてしまう。このままではちょっと熊本にも行ってみます。あ、さっきの方がいいな。あー、ただ長打が結構いいやつが、あー、岩間とこいつ行っとこっか。一応まあどっちでもいいですが、また練習メニュー見直してきたので、これでちょっとまた人を変えたりして渋かったらどんどんそういうのも使っていきましょう。ということで今忘れないうちに、右投げ右打ちのやつは両打ちです。右打ちのやつは基本的に両打ちです。それがこの学校のルールです。左打ちのやつはうまいこと調整ができるんでそのままでも大丈夫です。ちょっと渋いな。あ、これいよいよ渋いな。練習メニュー見直し。あれ、球界の頭脳結構来るな。今まであんま来ないイメージだったんですけど。じゃあ、なんでもいいからもうキャッチャーつけとくか。よしよしよし。サブポジキャッチャーでも持ってたらいいわけですからね。そう考えると結構、美味しさあるか。その14日行ってからでもいいけどね。行くなら42、ちょっとしんどいな。行こう。ああ、ここで8000いいっすね。ちょっと今回練習がバッチリハマってないな。さあ逆に1000強い相手に多分勝てると思うんですよね。もうほら、なんでさっきは負けたの。さっきもこれくらいの差だったけどな。いかに抜群の安定感だったのにな。初めてあんなに崩れたな、この怒り。
この怒りって本当にもう、いろんな世代のいろんな怒りを使ってますからね。まあ、多くの方が、おそらくそうなっているとね、思いますけれども。アイドル止まれないじゃん。いける。練習指示で2を引く。それでこいつが両打ちになって。はい。ああ、それキャッチャー丸。あ、ほんとキャッチャーあるな、そいつ。あー、そろそろ選抜の発表だ。近づいてまいりました。で、そのならず者止まりましょう。で、ここがもうちょっといいの来ると思ったんだけどね。まあ、止まれる時にもう止まっとくよ。選抜の発表頼む、頼む、マジで頼む。まだか？まだか？まだか？ 25 日やったかな？マジで出させて。マジで出させて。本当お願い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 。いや、よかった。ああ、本当にもう引退しようと思った。これ出れなかったら。マジでこれ出れなかったら引退を決めてたんですけどね、もう。絶対引退しようと思ってたんですけど、なんとか免れましたわ、引退を。よかったー。まあ、これでね、最初に取れたと思ってた猪狩の強心臓がちゃんと今本当に取れたんで、これでかなり安定感が増すでしょう。やっぱりね、ピンチで能力が高くなるわけですから。で、バレンタインで体力はもうほぼ全回復すると思っていいので、看護師ではなく気迫ヘッド。よかった、マジで。よし、これで覚醒王子も来ましたよ、と。よーし、がぜんやる気が出てきたぜ。ワイルドだろ？やっていきましょう。騎馬は146で固有戦術でしたかね、確か。いやー、ホムラのパワービーって結構遠い作業だな。まだ1年か。なんかすごく遠く感じてしまう。こいつはもうミート守備、ミート守備、ミート守備でいいや。今泉。よーし、これでオールイーにはなったよと。ミートと守備だけあと上げ続ける。まあ、総力も D 行きたいけどね。なんとかうまいこと噛み合ってくれないでしょうか。こいつキャッチャーでしょう。キャッチャーになる可能性があると、来年。ああ、なんか悪くないね。ああ、カンパチ、今年初めてその使い方に、図らずもなったけど、悪くないね。そう考えると、自分が引退した次の後の世代にもキャッチャーを残してくれる。悪くないですね。うん。こういうところの育て方マジで悩んでるんだよな。補給もでもこれめちゃくちゃ上がりやすいわけなんで、ちょっと補給ってほぼほぼ今まで上げてこなかったんですけど、ここでちょっと上げてみるか。 D とか C ぐらいまでちょっと反応を見よう。それをちょっとやり始めて良くなってる感じが今あるんでね。補給必須だ5にしてあげてもいいな。いいポイントできたら。
3人とか来たら考えるけど。イブには絶対止まりたいんだけど、1112ハードルマシン打撃で行ってもいいか。ホムラがまだタックになってない。これ信頼度ですね。信頼度、ああそうか、イベキャラの信頼度上げるというところで言うと、無理をしてでも1年夏からベンチ入りさせればいいのか。ただチーム総合力を落としてまでな、もう10とかしか変わんなかったら絶対イベキャラを入れるべきだ。あそこにはベンチ入りしてるしないで経験点は変わんないけど、信頼度は変わってるので、信頼度はベンチ入りしないと入ってないみたいなんでね。で今マネージャー2人連れてこられるんですけど、ちょうど小筆が引退してます。もう珍しく本屋に行くタイミングだなこれは。積極盗塁、まあ足速い人につけてもいいか。盗塁上手い人っていうのは確かいなかったので。西口お前に決めた。いやほんと選抜出れてよかった。もう涙ちょちょ切れるところでした。もうちょっとで決まってかっこいいよな。いいね、こういう美味しい練習来てほしい。やっぱ野手の練習に野手4人とか、ピッチャーの練習にピッチャー4人とかね、そういうのがいいわけですわ。要はちょっと2が来てほしいな。逆転発想使いの行くか。ちょっとまあ高級筆談、まあでも高級筆談に関してはね、しょっちゅうしょっちゅう来るしすぐに着くんで、これを5にわざわざ1だからって5にこうしなくてもいいのよ。ただ怪物9位球界の頭脳、ここが単純に美味しい。まあ、いっちゃう。この野球マスがつけば何の問題もなし。さてと誰にしようかな。鈴木でいいよな。鈴木の調子悪いな。まずいな。お米持ってないからね、今。セカンド。まあ、本当にこういうの、こういうの。え!あんまでかいことは言わないからさ、取ってほしいよね。これで、バーキー君も怪物球威になるんじゃないかな。おし。おし、いい感じ。動画めちゃくちゃ長くなりますけど、選抜いきます。まあいきますか。動画クソほど長くなる。ちょっと今回いろいろ話すことが多かったので、まあ最近いつも長いですが、まあね、バックミュージックにして聴いてるという方もいらっしゃると思います。より長い時間ね、作業をしていただけるところで、まあそういう風にね、全てをね、ポジティブにね、捉えていくと、これがね、人生を楽しむコツであると私はね、別に思ってもないですよ。やっていきましょう。さてと、マジで悩ましいな。ドアパワー C まで行ったらこういう戦術がつくので。ミート守備 BB だな、そこは。赤池、こいつは今サードか。ちょっと赤池はパワー上げようか。結構強くないですか赤池。悪くないね。
今西翔と、まあ補給この選抜で E に持っていくか。ちなみにこれ今西と平出はどっちがいいのこれ。ほんとどっちでもいいような能力だな。ほんとにどっちでもいいんだこの二人。今西得のは？めった打ち阿部飛か。さすがに今西がリードか。早急20丸積極守備ですけど。ただ守備補給は低いですしね。あ、ここで終わったらちょうど切りはいいんだけどな、もろもろ。でも入学式前まで行くのが礼儀だろうと。入学式まで行っちゃう？いやでもそれはちょっとガチャ。いや、行くかもしれない。入学式まで行くかもしれないんでね、ぜひ最後まで見ていってください。お願いします。できれば50分ぐらいまででは動画収めたいんだけどな。収まらないんだ、最近。あ、これあれか。卒業式でカード入れ替わっちゃうから。あ、ちょうどええやん。この金徳系とか使っていかないとなんかもったいないんですよね。でもキャッチャーほら渋いんよな、基本的には。さあ卒業式と今成長版の素材がなんかいっぱいもらえるという期間ですが、そんなにめちゃくちゃ増えてるという感覚はなく、ただまあちょっと多いのかなという。実際 1.5 倍とか2倍はないのかな。どうなんでしょう、どれくらいなんでしょう。いや結構多いわ、今回特に多い気がするわこれ。てかそうか、この世代強かったからいつもより多く感じるのは当然のことだよな。よし、この世代もさらに強くしていこう。ということで成長版数は、まあここでパッと試合経験値があったらあげるんだけど、ないんよね、基本。だったら、やっぱり、いや、試合経験値は行きたいけどね。こことこことか、こことここか、行ってここまでは行っときたいんよな。絶対いけるでしょ今。あーこれやばいな、結構余裕でいけるな。いやちょ待てよ、個別パワー試合経験値。いやちょもうこれ試合経験値いくわ。 Y 選抜も出れたことだし、今まで試合が要はあんま甲子園に出なかったからこの辺をね見捨ててたみたいなとこもあるんだけどな。いや足りないわ、全然足りないわ。あ余裕で足りないっす、いけません。ほら、これきついよ。まあ、栄冠タワーやったら筋力を集めてきて。まあ、少なくとも、ここぐらいはいけそうなんですけどね。いや、いけるな。正直いけるな。そこそこ。これも8個にできるんでしょ。これいけて。いや、これ、いけるな。終了！本日ここにて終了。栄冠タワーで筋力集めて試合経験値選抜の前に貯めていきます。そして試合に挑んで参りましょう。そういうことにします。ご視聴ありがとうございました。次回ですね、これ、やって、はい。これをやってですね、やっていきたいなと思います。はい。そういうことです。試合経験値を美味しくして選抜でね、強いチームを作っていきましょう。また次回選抜からの動画でぜひチャンネル登録、高評価お願いします。アディオス。